お疲れ様です。すみこです。はい、今日はね、ヘッドホンの紹介をさせてください。ワンオーディオさんからこれをいただきましたんで、はい、これをちょっとレビューしていこうと思います。今日はヘッドホンのご紹介でございます。まあ、皆さんヘッドホンってします？イヤホンの方が多いですかね、外とかで音楽聴くときって。私は、イヤホンをすると耳がただれるんですよ。なので、ヘッドホン派なんですよね。普段私がつけてるヘッドホンこれです。お、ソニーのノイキャンヘッドホンでございますけどもね。はい。で、私はヘッドホン派なので、まあ、このヘッドホンがいろいろあるっていうの嬉しいですけどもね。さあ、ちょっとじゃあね、来ましたんで。これですね。ワンオーディオさんのフォーカス A10 っていうのかな？ A10。これね、結構あれですね、リーズナブルでですね、何倍だったかな？ Amazon とかでよく売ってはるんですけど、6980円でした。なおかつなんか割引クーポンみたいなのもあった。そうそう、こんなに入ってますね。ちょっとこういうケースね。こういうケースって持ち歩くことはないよね。みんなこういうのに入れて持ち歩いてるんですか？重ないですかね。私はこれ他のやつでも大体もうこの生のこれね、これです、これです。あ、絵の追ってますって感はすごいありますよね。ほら、しっかりしててさ、ここ、皮みたいな、こう、柔らかいわ。かなり柔らかいですね。やわやわでございますね。あ、ほんで、私、さっき開けた時にこれいいなって思ったんで、これ。L と R がめっちゃでかく書いてある。これで迷おうとしたら、L が左やったか右やったか迷うぐらいですよ。ね。とりあえず、L か R かがむっちゃわかりやすいね。とかならへんですね。L が左で合ってますか？こういうことですよね。ほんほんほん。結構こう耳周りまでしっかり、囲む系やね。オーバーイヤーっていうかな。ですね。あ、いいですね。これぐらいの方が私は好きですけど。あと何が入ってんのかな？説明のなんか紙と、これは有線できるのかな？パソコンにつなぐよとかの時に有線にできるやつと、充電ケーブルタイプ C でございます。タイプ C ですよ、もうね。まあ当たり前なんかな、もう。なんか音楽のなんか古いやつとかみんなタイプ、ミニ USB とか言ってて切れそうになるんですけど。これはタイプ C なので、私これ使ってないですね。さっき充電してみたんですけど、普通のやつで充電できました、タイプ C。ということですね。このね、説明書がね、さっきちょっとチラチラ見たんですけど、非常にグローバルでですね。ほら、もう絵しかねえ。1番これ、2番これ、みたいな、もう絵で全部説明してくれてるんですね。まあ、それはそうですよね。最後ら辺になったらちょっとバッテリー容量これぐらいですとかあるんですけど、1、2、3、4、5、6、6カ国語ですね。6カ国語。なので、まあ、もうこうね、見て、この通りやってくださいよと。いうことでございますね。はい。なんかこう、柔らかさめっちゃいいですよ。で、そこそこ重いです。これより重い感じするから、しっかり感はある。ただこれ重いの苦手やしはあかんと思う。重さは結構重量感はあります。これどういう時に使うのかな。一応これノイキャンあるんですよ。まあ、その辺ちょっと紹介していこうと思うんですけど、まあ、とりあえずね、ちょっとペアリングしようかな。この私の iPhone にペアリングするわ。このグローバルな説明書でいくよ。とりあえず充電してください。はい、しました。充電大丈夫でございます。じゃあ、今度は、これがこれやな。結構ね、物理ボタンめっちゃいっぱいあるんですよ。最近物理ボタンなくなってきつつありません？トントンってやったら止まるとか多いでしょ？あれってね、そのトントンが何やったか覚えられへんですよ。私ね、物理ボタンの方が分かりやすかったりするんだけど、電源取りや。これか。長押し。あ、ついた。なんか言うた？コネクティック、あ、コネクトしてもうたわ。はいはい、コネクシ、はい、ああ、なんかもう一個もコネクトされたね。お姉ちゃんが喋ってくれる。コネクティッドって言ってくれますね。はい。ここに出てる Bluetooth にさっきつないだんで、結構簡単でございました。なんかこの書いてある通りにさ、長押しみたいなしてさ、ほら。こっちはこっち。ここをめっちゃ5秒ぐらい押せと。このノイキャンちゃうわ。その Bluetooth にするために。で、これがチカチカチカってしたら、こっちスマホとやったら、なんとかなるわ、みたいな。2台目は、1個目のやつ消して、2台目のペアリングしたら、なんとかなるわ、みたいな意味だと思われます。はい。結構わかりやすい。もう、イラストで書かれて、私、文字はね、どうした？登る？頑張れ！よし。文字はあんまりね、読めないタイプなんで、はい。いいですね。まあ、こんな感じで、ちょっと聞いてみね。一応ね、何もしない状態。何聞こうか。
もう低音が結構効いてますな。普段いつもよく聴く曲で、いつものその、設定のまま聴いてたし、かなり低音を上げているので、かなり低音きますね。で、高い方の音が結構丸めなので、全体的にまとまってる感じですかね。なるほどね。で、これさ、ノイキャンがさ、あるんですよね。ノイキャン、ノイキャン。こっちやろ？こっちがノイキャンなんやろ？これでもう一回聞いてみようかな。さっきのやつ。ノイキャンにするとさらによく聞こえますね。音がね。で、これを、ノイキャンを外すとどっちや？あ、これ2段階になってるな。オフ、はい。なんて。なんとかモード。外音取り込みモードね。オフ。これは取り込みとかじゃなくて、その何もなくなった状態ね。で、外の音を取り込んでくれるモード。今ちょっと加湿器とかはげてるんですけど、それの音が聞こえますね。あれ？そっか。自分の私の声を戻ってきてるのか。なるほど。外の音を、こう中に聞こえてくれてるということですね。了解しました。これ、今切った感じの音としては、これね、6980円で売ってるんですよ、今、Amazon で。この値段で思ったら素晴らしいです。ですが、私普段これ聞いてるの4万ぐらいの、ヘッドホンで聞いてるんですね。やっぱこれと比べてしまうと、音は歴然の差があります。だからそこはまあ、その値段がもう5倍ぐらい違うからね。だから、まあ、ちょっといつもより、いつももっと安いの使ってて、特にこれといっていいイヤホン使ってなかった人で、ちょっとこうランクいいのを聞こうかなって思う人は、いいかもしれない。結構低音とかガーンとくるので、特に何やろうな。まあ、これを、こうヘッドホンして映画を見るかどうかわからない。例えばこう YouTube とかで映画とか見たりしたら、こう、壮大な音とかは聞きやすいかもしれない。ただまあ私のチャンネル見てくれてる人は、クラシックなんかをよく聞く人なんかもいるのかもしれないですよね。あとはまあポップスやとしても、こうバイオリンとかが含まれるような演奏のバンドやとしたら、ちょっとモコモコしちゃうかもしれないね。全体的にすごいええ感じになってる。全部まとめてええ感じにしてくれてるヘッドホンなんで。それは決して悪くはないんやけど、もうちょっとパラで聞きたい場合、バイオリンだけ聞きたい、セカンドバイオリンだけ聞きたい、チェロの音だけ聞きたい、とかね、もうそこまで細かくなくても、まあもうちょっとバンドやったとしても、ベースの音だけ聞きたいとかいうのは、ちょっと全部一緒くたになってます。そらそうやわね。値段的にそらそうやね。っていうタイプの、まあ、値段的にもやし、モニターヘッドホンじゃないからね。なので、バラバラには聞こえない。全体的に、ああ、ええ音楽っていう感じの音になりますね。ですね。ただ私一つ思うんやけど、この大きさをどこで使うかやんな。これ外にこれをしていくってなると、結構大きいでしょ。かなり私こっち、これでも結構こんなんやってる人あんまおらへんけど、まあこのノイキャンは有名やからね。まあたまにちょっとこだわってそうな、意識高めそうな人がやってる時あるわ。そうやけど、そうやな、これより重いんちゃうかな。なおかつこれね、ノイキャンに関してはそないに効きません。こうもう、つけた瞬間、シンみたいな。今これ家なんで、まあ、空調の音とか、まあ、ちょっと外、車通った音とか、なんていうんですか、こう、加湿器の音とかが、こう、さーっとした音は、それは消えます。これ、ちゃんと消えます。なんですけど、例えば車がブーンって通ったとか、ピーポーピーポーってなってるとか、地下鉄の中とかは多分消えないかなと思います。これちょっとさっきカラオケでもやっ試してみたんですけど、聞こえました。隣の人の歌の声とか。なので、まあ、そういう、こう、なんていう、空間音、さーっていうの、空間音を消すとか、ああいうのは十分、効果はありますけど、人混みの中で歩いてても、もうシーンってなるかって言ったら、ここまでではないという感じかな。あと外音取り込みっていうのを、そうね、シーンってなって危なかったりするからさ、外の音聞こえたりさ、コンビニでさ、袋くださいとか言う時にさ、これやったままやとさ、いちいち外したりするのめんどくさいからっていうので、外音取り込みっていうのがあって、外音取り込みで一番いいのは、Apple のプロマックマックス、AirPods Max でしたっけ？私はあれ昔買ったことあるんですけどね、オレンジのやつ持ってたんですけどね、ピンクなのかオレンジなのか持ってたんですけど、あれが一番自然でしたね。
あれはやばかったね。もう本当にね、ここ、こう穴開いたら今ここポコって取ったやろっていうぐらい自然な音がするんですよ。うん、でこれはね、ちょっとね、生ではない、やっぱり。ただ聞こえます、ちゃんと。ですけど。ただね、なんていう、もちろん音的な意味で言うと聞こえんねんけど、やっぱりさ、こうコンビニでさ、すいません、温めてくださいとか言うときにさ、こうやっててすいません、温めてくださいって、向こうの人も若い人やから、ああ、外語の取り込みしていないなってわかるかもしれんよ。せやけど、やっぱなんか、気分的な問題でさ、聞こえへんのちゃうかなって思われるんじゃないかと思うやん、やっぱり。だから、外すよね。こうやって、せめて、荷物多くてもこうやって外すね。すいません、これお願いしますって言うね。そんなことしなくても実は聞こえてんねんけど、やっぱりなんか、ちょっとなんていうの、偉そう感が出ちゃうというか、で、多分そう、わからへん人には説明、外音取り込みなんてとか説明したってわからへんでしょ。だから結局外すよね。なんか、わかんない。私はそうすんの。うん。だから、結局どうでしょうね。これとかも、外でそういうの外音取り込みを、まあ、外音取り込みを結構こだわる人もいるんかな。私は外音取り込みは、もう音楽がっつり聞くので、必要ないんですよ。もう、外の音聞きたいときはもう、だいたいノイキャンを使う、100% 使ってるっていう感じですね。どこでもノイキャンを使うためにヘッドホン被るのが多いので、外音取り込みは使わないですけど、まあ、外音取り込みで言うならちょっと不自然ではありました。やっぱり、ちょっと自分の声とかも、こう何か、取って、それを流してくれてんねんなっていう感じはちょっとします。まあ、せやけどさ、6980円からね。まあ、この、見た目が好きとかやったらいいかもしれないね。こういう感じがちょっとごつめで、こうなんかちょっとキラッとしてて、こう、皮っぽくてっていうのが好きっていうような、こういうのがいいんだ、みたいな人はいいかもしれないですよね。じゃあこれを、じゃあどこで使うかっていうと、パソコンでね、映画見ようかなとかいう時にやるんだけど、まあ、ちょっと、どうやろう疲れへんかな大きいからね。私は今ちょっとね、同じ値段帯で実はこの間買った、足田音響さんの、これはモニターヘッドホンです。これは完全にこう編集するために存在してるんでね、丸く栄養にまとめてくれる系ではなく、バラバラに聞こえるという。iPhone にするときはね、もう今の、これは全然オーバーヘッドイヤーじゃないので、こんなんでちゃんと聞こえるのって感じで、しかも、何倍だったかな足田音響さんの、これは税込み6600円。まあ、ほぼ一緒な感じですね。バラバラに聞こえる。ベースの人、バイオリンの音。だから壮大なる映画館で聞くようなドーンみたいなのはこっちの方が聞くですね。こっちはやっぱ言うてね、これ耳浮いてますからね。ただ、ちゃんとバラバラに聞こえる。で、普段、私は、やっぱりこういう作業とかをするので、バラバラに聞くことが多いんですね。そういう音楽の聞き方をするんですね。音楽ええなーみたいな聞き方あんましない。今のちょっと待って、ベースの、なんか2番目のギターどうやって弾いてたとか聞くタイプなので、そういう人からすると、こういう風にええ感じでまとめられちゃうと、なんとなく全体的にふわーっと、まあ綺麗な感じになってるので、聞き取りにくいんですよ。だからそういうマニアックな弾き方する人は、モニターヘッドホンと言われるやつの方が、まあ、ええんじゃないかなと思います。こちらのやっぱノイキャンとか、シャッっていきなり私のコアに変える感じがしますけども、すごいね、あれが並んでて、カタカナが並んでて、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング、ハイレゾオーディオデュアルサウンドチャンバーデザイン、透過モード、ね。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングっていうのは、ANC モードってですよね。アクティブノイズキャンセリング ANC やね、っていうことね、ノイキャン、だから生活音みたいなのは消せます。さーってした音とか空調の音は消えます。はい、でございます。だから音楽がより綺麗に聞こえますよということですね。オーディオデュアルサウンドチャンバーデザイン、これはどういうことやね。低域中域高域を分離して送信し、非常にピュアでクリアなサウンドを提供しますかというけどね。でもなんとなく全体的にまとまってくるって感じやね。聞いてる方としては。わかる？なんか。画像あるじゃないですか。写真撮った時のスマホの。クリアとかいうとこをさ、むっちゃ上げるとさ、HDR か。なんか、を入れた時みたい、なのがこっちなんですよ。こう、解像度が一個一個くっきりくるみたいな。ああいうのではないって感じ。全体的にフィルターをかけてくれて、ええ感じの音楽に仕上げてくれてるって感じで。あとは、マルチポイント接続。私今2つ一緒に繋がってましたけど、そういうのできるよってことです。だから、こっち撮ってんのか。もう1個の方を、かけたらそっちの音楽になるし、こっちになったのか、なるし、みたいな。よくその状態になってへんやつを2つに、パソコンと、スマホとかで繋げたりすると、こっち切っちゃったら、こっち鳴らした時、外から音鳴ってるみたいな、ありますよね。なんか、そうにはならへんよってことですね。2個登録しといたら、
いけますよ。45時間の再生時間。あ、結構長いですね。45時間会議できますって。いや、そんな会議言えん。ここ折れるっちゃ折れんねやな。あ、こうなってて。え？あ、こうか。ここは折れるから、まあ、こういう感じで、カバンとかに入れるよってことですね。うん。ね、ここが伸びるかね。こういう感じだかな。ね、そうです、そうです。はい。まあ、そんな感じなんでございますわ。うん、だからまあ、これ7000弱でしょ。7000ってことですよ。だと思ったらいいですよ。すごくいいと思います。はい。ただ私があまりにもマニアックにいいのを使いすぎてるから、普段から。それと比べちゃうと、やっぱまあまあまあというところでございますね。はい。だからまあ、そうやね。それこそ初心者の人に、だからさ、うちの子供とか使うもの、これ。初心者の人にええと思います。すごく。これ、めっちゃええ音やんって、今まで聞いてた音がちゃう音やんみたいな感じにはなると思いますね。ただもう、このマニアでね、そういうことをもうどんどん上まで行っちゃってる人からしたら、ちょっとまあ、頼んない感じはするかな、というところでございますね。はい。まあ、ヘッドホンはね、やっぱりこう、耳を覆うんで、まあ、イヤホンももちろんノイキャンイヤホンとか今いっぱいあって、みんなね、まあまあわざわざね、この音楽にそんなにこだわりない人、こんなでかいの持って外出ませんからね。このちっちゃなピッてはめれた方がいいんかなと思うんですけど、まあ、こう、没入感は出ますわね。うん。のと、やっぱりその、充電がすごく長く持つから、ヘッドホンの方が。2、3日充電しなくても多分全然いけると思うんですよね。イヤホンやとね、充電するの忘れてたら、ああ、忘れてたみたいなことがあると思うんですけど、そういうのは、まあないのかなと。あとは、ま、私、音楽以外であんまりヘッドホン使う。例えば、会議とか、こういう、友達と喋るとか、することがあんまないので、配信とかもイヤホン使ってっていうのはあんまないので、まあ、弾く方はこっち使ってかな、今。こっち使ってですね。うん。演奏するカラオケ配信みたいな、カラオケ配信っていうかなんていうの、バイオリン弾いたりする方は、遅延が生まれてしまうので、絶対有線やないとあかんのですよ、今のところね。Bluetooth やと、そこでこう、カラオケとずれちゃうみたいな感じになるので。はい。というわけで、今日はね、ちょっとそんな紹介をさせてもらいました。こう、ワンオーディオさん。でもまあ、なんていうの？そういう、こういうのって何万円もせんと買えへんかったじゃないですか。こういういいヘッドホン的なやつって。安いのってやっぱ全然ピラピラなんでね、音が。だから私その6000円とかの価格帯をその他で、あんまりいっぱい比べたことないからわかんないですけど、比べたらいいのかもしれないですね。しっかり低音は聞こえるし、むしろ低音がすごく強いので、低音好きな人はいいんじゃないでしょうかね。その辺が、もうそれはだからいいとか悪いとかじゃないね。好き嫌いやね。そんなことでバイオリンが聞こえたらええのよ、みたいな人はちょっと関係ないかもしれへんし、それよりももうとにかく低音みたいな人はいいと思うし、あとはその全体まとめて聞いてくれるので、なんかすごい臨場、なんていうか、盛り上がる感はすごくあると思う。わーっと全体に来るみたいな。ただ私みたいにマニアックに、今セカンドバリー何やってましたみたいなことを聞きたい人はちょっと聞きにくいという感じではあります。まあ、どうも好みの問題ですね。はい。というわけで本日は、ワンオーディオの A10 の紹介でございました。まあね、まあ私はもうとにかくこのヘッドホン生活してるんで、皆さんヘッドホンつけようよ。ヘッドホンいいよ。落としてもすぐわかるから。あ、どっか行ったとかないですからね、これ。落としてもすぐ、もうガチャーンいますからね。そのうちね、そのうちもうヘッドホンがもう一体化してきて、ヘッドホンつけたのは、ちょっと今日ヘッドホンどこ行ったかな、どこ行ったかなってやってますからね。はい。まあ、よかったらね、ぜひぜひ、今日はこれ、ワンオーディオさんから提供していただいたものなんで、ね、紹介させていただきました。というわけで今日は、ヘッドホンの紹介でした。ではでは、お疲れ様でした。